シャープシャープ製のスマートフォンイズレイチイズレイチは、シャープによって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の携帯電話。CDMA1X ウイン対応クラムシェル型スマートブックでイズシリーズの一つである。製造型番はシレイチ、メーカー型番は NB30。同キャリアとしては、 初のアンドロイドに対応したスマートブック。約5.0インチのフルワイド VGA サイズのタッチパネル対応ディスプレイやクティーキーボード、トラックボールなどを搭載する。この他、KDDI が進めるアプリケーションをピックアップした AU1 マーケットや日本のアンドロイド端末としては初の世界カメラ、アンドロイド版 Easy、ナビウォーク AU、AU1。 ナビウォークを利用することができる。また、音楽コンテンツ、リスモのアンドロイド版やイスウェブの E メールがアップデートにより、利用可能になるなど、いわゆるガラパゴス形態としての要素も備えている。これは、イズシリーズのコンセプトである、この国に住む、すべての人が楽しめる、スマートフォンを作ろうという理念から来ている。なおデザインは、深澤直人が手がけている。通常は、 横向きの画面で利用する。設定により縦向き画面にすることもできる。通話は内蔵スピーカーを用いてハンズフリーで行う、従来の携帯電話でも採用されている、平型端子のイヤホンマイクを使用する、Bluetooth ヘッドセットを使用するといった方法が公式サイトや取扱説明書に記載されている。その他にもハンズフリーの音量を小さくして、 本体を開いたまま顔に当てる、接続後に閉じて、顔に当てるといった方法で通話することも可能である。本体の充電コネクタはマイクロ USB である。従来の携帯電話用の au の共通充電アダプタに、本製品付属のマイクロ USB-18、18新変換ケーブルを接続することで充電ができる。後に発売された au のマイクロ USB 充電器。 共通 AC アダプタ03の対応機種には、いずれ1は入っていない。ネット上では、見た目のデザインからか、メガネケースという属称が存在する。Android OS の標準的なアプリケーションとして、Google 検索、Google マップ、Google ラティチュード、Gmail アドレス帳、YouTube、Google カレンダー、Google トーク、Android マーケットなどを搭載している。 アンドロイドマーケットでは2010年4月現在、この他に、有料、無料合わせて、約4万8000種類のアプリをダウンロードし、利用できる。PC サイトビューアーはないが、PC 向けウェブブラウザと同等のアプリケーションが、標準装備されている。不具合の修正や、新機能追加は携帯アップデートで行う。無線 LAN による通信では行えず、 モバイルネットワーク設定を有効にし、3G 通信を行う必要がある。ただし、情報量や通信量は無料である。製品発表時にはすでに Android 2.1リリース後だったこともあり、発表会では、ハードウェアとしては、OS のバージョンアップに対応できるもので、バージョンアップについては検討していくといった説明をしたり、開発者の交流イベントでは、 フローよも載せていきたいと回答するなど、積極的な姿勢を見せていた。しかし2010年11月16日、KDDI 広報のツイッター公式アカウントが、一般ユーザーの質問へリプライする形で、Android OS 2.1へのメジャーアップデートを断念したことを表明。発表の仕方が乱暴だとの非難も受け、改めて11月18日にホームページにて、 お知らせを掲載した。公式にはアップデートが提供されないものの、オープンソースであることを利用し、ユーザーが改造し、新しいバージョンの OS をカスタムロムにて動かそうとするものもいる。これらの行為は、失敗したとしてもサポートは受けられない。また、ワンセグをはじめとするアンドロイドの標準機能ではない、機能は正しく動作しないことも多いため、使用には、 注意が必要である。ありがとうございます。